え、いるいる、いない？いたいた。ふと見たらヤスさんはいなかった。ああ、そういうことか。ちょっと私が窓の方に。もうストリーミング始まってますね。はーい。はーい。で、ページから。あ、配信中になってますね。はい。ちょっと待ってください。今、私の方から、私のページでも貼り付けて配信します。はい。なんか私、いつも黒っぽい服だから、あんまりこう変わり映えがないですね。皆さんも最近、その、なんか、なんていうんですか、トラベラーファッションっていうんですか。もうね、びっくりするほど寒いの。もうそんなきれいこと言えないぐらい寒くて。めっちゃトラベラーファッションじゃもないですか。う、もうあれですよ、トレッキングスタイルだから。ああ、なるほど。本当。そう。はーい。はーい。いいですね。今日は見逃さないようにコメント欄を見ておこうかしら。はい、お願いします。コメント欄もうね、本当になん見か逃しちゃうんだよな。そう、見逃しちゃうんですよね。見逃話しちに、ゃう。ね、画面の方に夢中になっちゃうと、ちょっと見逃しちゃうんですよね。だから、そう、見逃しちゃうんですよね。これどうやるんだっけ？こうか。こうすればいいのか。あれ？岩さんしか映ってなくなっちゃったの？私の画面に小さくしたら。これじゃ、皆さんコメントって見られないんですよね、そっちで。私、今、普通に見れますよ。なんだっけ。公式の方は今、開けてるので大丈夫ですよ。見れあ、ま大丈す夫ですよ。か。ありがとうございます。じゃ、ちょっと、ズームの方で確認しながらやりますね。はーい。はい。もう、1週間が早いらしさん、土曜日がやってまいりました。はーい。あのようなヤスさんと今週もお送りしたいと思います。もう完全にもうどこの国だっていうレベルですよ、もう本当に。ね。本当に もうですね、とにかく茨城も寒いと思うんですけど、あれ、そんなことない？今、茨城寒くないんです寒いですか？ね。めちゃめちゃ寒いですよ。いや、もう岡山もすっごい寒いんですよ、本当に。だからちょっと綺麗事を言っていられないので、このトラベラーズファッションでお送りしたいと思います。なんかもう、もはや、なんか私いつも黒っぽい服だし、ヨウさんそのスタイルだしで、もうなんか、配信の ユニフォームみたいになってますやー、本当です、本当です。ちょっと東京帰ったらもう少しいろいろ気をつけようと思うんですけど、ちょっともうね、はい。はい、そうです、そうなんです、まずはそうなんですよね、とにかく東京戻るの、ちょっとやめまして、ですよ あね。れ、言ってます、そうそう、もともとは12月、遅くても12月中には一度戻ろうかと思ってたんですけど、ちょっとさすがにだなと、今、現状もっていうのもあるので、あとは、おかげさまで年明けにいろいろ本当に公の方とお会いできるとかいう話も出てきたので、そういうことも含めてで、ちょっと1月の中旬まで岡山におろうというところで、今、日々日々自転車をこぎ倒しています。こぎ倒してるんですね、こもうぎ本当倒に。してる。最後なんか次泳いだり走ったりしそうですよね。それはできない。それはできないんだけど。最終的になん それか、はできなんだっけ、トライアスロンじゃなくてそれ以上のなんかあるじゃないですか、すごいやつ。ない。あるある、すごいね、ありますよね。すごいな。できないんだけど。いやいや、おかげさまで。で、いよいよ来週は、あれなんですよね。だから、県庁所在地？
県庁とか、市役所とかがある町なんですけど、撮影とかでお邪魔するのは結構北だったり南だったりする、もっと岡山県のどちらかというともうちょっと奥に入ったところなので、いろんな地方に、行かせていただくので、まあ、それでいうと本当、真庭市とか笠岡市とか、あとはちょっと、ご協力いただけるかもしれない会社さんということで、倉敷市とかも行ってくるので、いよいよ自転車ではもう行けないエリアに行こうと思ってます。いや、何になるんですか今度。自転車で行けないから今度マラソンでみたいなことなんですかね。いやもう本当死んじゃうから、本当に。だからあれです、一番近くのって言っても本当に20分ぐらいはかかるところまで電車で行って、JR に、JR の、いわゆる鈍行っていうやつに乗って、山陽本線とやらに乗る感じですね。いいな、ローカル電車大好きです私。本当ですか。私のインスタグラムのページっていうかアカウントはそういう電車からの風景を音楽とともに お送りしてるんですね。ですよ、最近そういった動画をそっちでは流してまして。そうなんですね。そうなんですよ。結構ね、電車からの景色って特に私こうローカル線がすごい好きで、電車普段も電車車で行きましょうっていうところを電車で行ったりするんですけど、その車窓からやっぱり撮って、お裾分けしております。うらやましい。岩さん、なんか電車でどこか行くとか。岡山の街とか電車がいいな、乗ってみたいな。いやー、そりゃもうのんびり、本当は私路面電車が結構本来は好きなので、本当はねゆっくりガタゴトとかやりたいんですけどね。そも間違いなくあれに乗って乗り換えてるよりは自転車の方が市内は早いって私は今思ってるので。まあ、そうですよね。そう、まあ本当でも、いやいや、でも確かに乗り物は楽しいですよ。楽しいです。なんかそう、やっぱり自分が運転がすごい下手だからやめたんですけど、やっぱこっち帰ってくるともう一回ちょっとやり直そうかなとかやっぱり思うよね。なんかね、そう。ただね、皆さん、また年明け14日ぐらいまで岡山にいらっしゃるんでしたら、車の運転の練習もご家族に付き合っていただいて。いや、無理、もう本当に、もういやもうこれ、絶対に無理、本当に。ちゃんと教習所にまず行かないと絶対ダメなレベルだから私。絶対に無理だし、あとよく免許をいただけましたねっていう話だと思うんですけどね。ね、本当にそうなんですよ、本当にそうで、あの私のレベルで上げちゃダメじゃないかなって思うぐらいだったから、自分でも、本当にもう本当に下手だったから、やっぱりね、才能ってあるんだろうなって思うんだけど、でもほら車って最近すごいいろいろ技術が上がっているじゃないですか、後ろも見えるしとか、車幅もちゃんと出してくれるしとかあるから、とかいうのをちょっと見てていいなって思うんですけど、いずれにせよ我が家、今の私の実家は本当に田んぼの真ん中みたいなところにあるので、もう車幅と車、車道の幅が一緒ですから、絶対に無理です、私には。どう頑張ってもって感じなので。あれですよね、そのなんか田んぼのあぜ道みたいなところを細いのにすれ違わなければいけないとかって結構な高度な技術ですよね。もううちで言うとね、すれ違えないんです。だから絶対バックなんです、どっちかが。あ、そうなんだ。それはもうだからプーってきたら、もうどっちかが手を上げるか否かみたいな、もうあって言ったらブーッと下がっててビューみたいな。いや、私実はあの教習所で、インドネシアの教習所で、バリ島でね、教習所に行ったんですよ。そしたら、そうなの、そうなんです、そしたら向こうはいきなり
5分、10分ぐらい操作の説明、ミッションの操作の説明とか、車の乗り方の説明を聞いて、いきなりもう、なんていうんですか、外に出るんですね。路上なんですよ。教習所がないから。で、なんあら、か最なる初、ほどね。3車線の道路から、だから全部で6車線の道路から始まったんですけど、私の場合。それ別にどこを選んでも多分いいんだと思うんですね。教習所の先生っていうか、教習車の先生っていうんですかね。で、そのインドネシアって3車線道路に5車線ぐらい車止まってるんですよ。ああ、なるほど、なそう、るで、ほバイクも、はい、ほら、ど。2人、なんか2、2人、ね。3人乗ってるバイクがいっぱいいて、その間、もうぎゅうぎゅうで、みんなでなんか一斉に走るみたいな感じなんですよ。私、運転、ね、なるほど教習ね。車にさ、先生が横にいるけど、いきなりなんかインドネシア語でわーって説明聞いて、わかりましたって乗り出して、もうそれだったので、変なことになってしまって、ちょっとこの大きな道だとちょっと怖すぎて乗れないって言って、もうみんなほら車線守らないから。で、小さな田んぼのあぜ道っていうか細いところ入ったんですよ。そしたら、見たことないぐらいな大きなトラックが来て、絶対すれ違えないんですよ。で、その時に先生に言われたのが、絶対に避けちゃいけないって言われたんです。なんか避けたら負けだって先生に言われたんけでちゃいすけよ。ない。避けちゃいけない。ギすリギリごいね、まそのでまっすぐ本走って心。ると向こうが避けてくれるから、なんかそれを待つしかないんだみたいなこと言われて、ああ、なるほどね。なんか難なしかったるほです、ど。いろいろ。だからそれがずっと連続してるってことですよね、い岩さん、岡山で車に、や実家の近くで乗るときは。そうです。もう本当にその通りで、もねうえ、恥ずかだからできないなって思うし、まあ、前回もお話しましたけど、車道の方はその路面電車も走って、本当にこう車しかった。の3車線に路面電車みたいなことになっちゃうので、多分ちょっと交通ルールとしても私分かんないなってやっぱり思うから、曲がれんの？曲がっちゃいけないの？みたいなのが多分もうピンとこないっていうか、ってのもあるので、いやもうこれこっちで乗るならもう本当それこそ教習所に行かせてもらうしかないとは思うんですけど、いいですよ、ヤいスさん。せっやかくの脚ーって力感でじですすね。から、自転車で行けるとこはい。ろまで行っていただいて、あとは乗り物を見ながらね、乗り物のこう風景を見なそうがら。ですね、そうですね。いや、本当そうです、そうです。なんかね、いいんですよね。こう、大体いつもほら、もちろんどなたかに会いに行って、まあ、どんなお話をしようかなとか、どういうこととかってことになるじゃないですか。こうね、自転車大体30分は漕ぐから、こう、ぐわーって漕ぎながら、すごい頭の中でこう、あっちかな、こっちかなとか、いろんなことをこう考えたりしてっていうのは、で、しかもすごい寒いでしょ。もうビュービューの風吹いてるし、非常にね、いいんですよね。なんか脳が活性化されるっていうか、着いた時はもちろんボロボロなんだけど、大体。感じなんだけど、でもすこぶる頭はすっきりしてる。なるほど。いいでそんすな感じね。なんです。そんな感じなんです。そう。まあでもちょっと本当ね、なんかいよいよ年も迫ってきたし、もうよくよくその28日の週ってもう大体皆さん仕事納めになっちゃうから、やっぱりちょっと来週中に行けるところはって思っているので、もうちょっとぎゅうぎゅうに詰めちゃったみたいな感じなので、もうね、今日更新さあ。されてたリストっていうか、スケジュール見て、うーってなってました。うわってなってました。もうね、全部入れてみたの。そうやっですぱよこれ、ね、いやっぱや、本当に。年内にお会いさせていただけた方が、まあね、もちろんそのちょっと考えていただける時間にもなるだろうしとか、また年明けは年明けでせっかくいさせてもらえるから、どれだけね、こう、なんていうんですか、余裕を持ってとか、なんかこう、できる動けるかなって思ったりするのでね、どこまで
まあ本当だからどう考えても年末はねきっと29とかそこら辺まででしょ、なんか長くても多分28とかそこら辺まででしょうね、とか思うから、うん、いや本当なんかほらまたね自粛気味になって GoTo も、ね、あの中止になって私も岡山入りは断念いたしまして、うん、ねえ本当にね、うん、だから次ねあのそうですね落ち着いて、うん、はいの時にぜひって思いますし、私も京都やっぱり行きたかったなとかさ、うん、なんかあと、うん、そのいろいろ岡山でご紹介いただくその岡山県人会さんってたくさんあるから、うん、実は東京帰り際とかに皆さん寄って帰ろうかなとかねいろいろ思ってたんです。実は、うん、新幹線でビューって通り過ぎちゃうのもねって思ってたからって思ってたんだけど、ちょっとさすがにねなんか今だとねっていうのもあるしなとか思いながらこうそれぞれに皆様よろしくお願いしますって言いたいんだけどなとかねっていうのはあるけど、まあ、時期を改めてってことかなと思っていますし、うんうん、でもねあの本当におかげさまでなんかいろんなタイミングがあったからほら早くこっち来れたじゃないですか私なんだかんだで、うん、でだから今のところ本当なんていうんですか今のところというかあの東京から来てる人っていう扱いじゃもうないんです、なんとなくもう、うんうん、3週間っていうかもうすぐ4週間経つから、うんうん、全然岩瀬さん大丈夫ですよって感じであのいろいろお会いさせていただけたりもするし、うん、そこはもう本当ありがたいなって思いますね、うん、普通だったらねこんなことないなって思うぐらいだし、うんうん、だからちょっと落ち着いたらね2人で回りましょうね。そうですね、まあ、私もだって岩瀬さんだねいやだって本当ですよ。えいつ以来ですかこれ本当にリアルはだって、はい、このリアルあれですよね、東銀座以来ですかね。そうですよね、やっぱ東銀座ですよね。そうですね、恐ろしい、すごいことになってますねやっぱり今の時代、うん、時代だわ、すごい。いやでもねなんかね昨日ねちょっと中国北京に住んでいる中国人の友人と少し話す機会があったんですね、ちょっと仕事で。でその人が言うには中国北京とかも普通なんだそうなんですよ、はい、全然生活も普通だし、うん、全然なんかまあみんな気をつけてはいるけどあの何もかもだいたい普通に戻ってるよって言ってて、うーん、なんか逆にびっくりしちゃった、そうなのって、そんなに人が多いのに北京なんてね、びっくりしちゃったんですよ。あれそうですよね、うん、ちょっと前までそう、あ大丈夫かな、ちょっと前まではね、うん、あのなんか中国もまだまだ大変だみたいなニュースが入ってきてたなって思うけど、もう全然あれなんですね。まあ、そうか、中国もワクチンできたとか言ってましたもんね、うん、多分ね。そうですよね。なんか、北京、ね、上海とか結構大都市はどうなんだろうって思ってたんだけど、普通と言ってましたね、北京に住んでる友達が。うん。うーん。でもね、今日は、あの、レバノンに住んでいる友達とメールのやり取りをしたんですよ、うん、レバノンは大変だって言ってましたね、まだまだいろんな意味で大変だって言ってました、うんうん、そうですよね、世界でいろいろですね、まだね本当、うん、もうちょっとねやっぱりもうちょっとかかりますよね、やっぱり、まあ、全員が用意どんでねみんなあのワクチンもらえるわけじゃないっていうのもあるしっていうのもあるから、うん、もうね素直なことで言うと本当来年の前半まではやっぱり少なくとも絶対的にバタバタするでしょうしね、っていうのは、うん、もう慌ててもしょうがないとは思いつつっていうところはありますけどね、うん、やっぱりね、逆に本当なんか、うん、あのタイミングがね、よく予算岡山に帰ってそのままで心配がなくなる2週間以上経ったまま活動がしばらくできるっていう状況に、そうです、うん、ね、うん、よかったですよね、本当です、本当に本当に、いやもういやだからなんかこういうのおかげさまって言うんだなって正直本当思いますし、うん、うん、そうそう、もうせっかくなんでね本当にあの
ちょっとまだまだ慣れないですけど、いろんな方にお言葉に甘えさせていただいてって感じですね。ね、うん、まあだからもう、なんか面白いです。なんかね、エリアから今度広がってってことですもんね。そう、電車に乗っちゃう。電車に乗っちゃうし。本当にね、あれなんですよ、本当にね、小山の方って、その企業の会社の方たちって、なんか、あ、止まっちゃったかな。あれ大丈夫かな。あれ一回止まっちゃったかもしれないですね。あ、大丈夫かしら。大丈夫です。うん、大丈夫です。あ、はいはい、はい、そう、なんか会社単位のつながりとかよりは本当に会社なんだけど皆さん個人でつながられてたりとかしてすごい不思議なんですよ、うん、本当に。じゃあ紹介するわよって言ってくれる人が全然違うところの方だったりして、でこちらの方とこちらの方がつながってるみたいな感じで、うん、ああそういうことなんですねみたいなことを日々日々勉強させていただいてます。本当になるほどって思って、そう、はい、そう本当にいいですね。本当になんか、うん、あと本当に高校に感謝です。もう本当なんかね、昨日もその行かせてもらったところがね、一つの企業と観光協会だったんですけど、うんうんうん、これまたどちらもどちらも高校が同じ方たちで、いやーなるほどなーって思います、うん、あれな、岡山朝日校じゃなくて、朝日校です。朝日校ですね。はい、うん、朝日校の方、確かにね、なんか、ね、起業家の方、結構多いって。うんうん、養殖についてますね。そうですよね、はい、そう伺ったりするんですけど、うんうん、言ってもねって、言ってもねって思うから、いやーなるほどって思います。本当にありがたいなって思いますし、恐縮です、うん、もう前にも言った通り、私は本当不真面目な高校生でしたから、本当に不真面目まあ不真面目な高校生皆さんでもね、そのなんかほらみんなね、やっぱり同郷だったりとか同窓とかほら同じね学校卒業生となるとやっぱりこうつながりを感じるんでしょうかね。いやもうぜひそう思っていただけるようにと思って頑張って喋るんですけど、うん、いかんせん真面目だなかったからもう本当、うん、そう、なんか昨日なんか久しぶりにその先輩というの年齢の方にお会いして、私は真面目だったんですよって話をしたら、うん、いいんだよ朝日は自主自立っていうのがモットーだったじゃないかって言われて、すごいなんか逆に申し訳なくなっちゃって素晴らしいです。そう、なんか自主自立っていうのを言い訳にして好き放題をやってしまっただけなんだよなと思って、本当いや恐縮ですとか言いな、終始こういう顔して言ってる、本当申し訳ありません本当に私はそんなちゃんとしてないんですよとかになるとあれなんですけど、いやいや面白いですね。いやありがたいですね。ありがたいですね。あとはあれですね、もう今のゆうさんのご自宅周りを出て、今度は電車に乗っていろんな市に行かれるじゃないですか、はい、北から南から、はい、いろんな方にお会いさせていただき、そうなんです、もう本当にこれまた皆さん、それこそね、ちょっともっともちろん企業の方もそうですし、撮影的なところとかね、いろんなことも今度はちょっとお話しさせていただかないといけないエリアにも行かせていただくのでとか、あと本当に出来上がった後の話とかも含めてだから、なんかそこら辺もやっぱり皆さんにこう面白がってチームになっていただけるようにね、なんとかお話ししたいなっていうか、そう、なんか ここから始まって、じゃあ2022年楽しくなっちゃうねっていうふうに、なんかこう数年かけて思っていただけるようにお話ができたらいいなって思うんですが、そうですね、はい、なんかその撮影をきっかけに、はい、なんか映画への参加してくださることがきっかけに
何かずっとね、ね、あの、毎年誰かとつながっていけるようなご縁ができるといいですよね。うん、なんかそういう作品のね、ことになるといいですよね。うん、本当にそう思うんですよね。うん、いや本当に、いやいや本当ですよ。ちょっとまた、なんか後ろはもう本当旅行者になってますけれど。本当ですよ、本当本当。めちゃめちゃ旅行。なんかそう、でもねあれなんですよ。あっちのピンクのは本当にどこの海外行くときもあれで行くし、はい、それこそ日本を3周したやつもあの子なので。あ、そうなんですね。あれが一番働き者なんです、もう一番大きくて一番何でも入るから、とにかくもう、あいつは絶対なんです、あのピンクは絶対で。でしかもまあ海外だとほら飛行機の荷物とか取りに行くのにやっぱり色はっきりしてた方がいいじゃないですか。うん、そうですね、はい、みんながね使ってなさそうでの方が、そうそうそう、そうそうそう、ああ遠くから見てもああってなった方がいいので、そうそうそう、わかります。もう絶対もうか、それはもう空港での絶対なのでとか思って、あのピンクが本当ずっとずっとどこにでも一緒に行ってくれてるやつで、その前まではあの黒だったんですけど、まあ、とにかくこの2つで2ヶ月を今、うん、お送りしようとしていて感じですね。うん、なんか逆に言うとそれで過ごせるってことですよね。はい、過ごせる。全然過ごせます。私すごいことだな。何にも大丈夫、うん、本当に。このうちに何も私のものなんか一つもないですけど、あのおかげさまでほら娘っていうあの。もっきしね、あのわがまま言っても許される立ち位置にいるから、なんかまあちょっとすねをかじらせてもらって、うん、なんかこう、まあ、台所は私ご飯作るのよとか言いながら、うん、全部自分のやりたいようにやらせてもらってっていう感じなので、すごいすっこぶりやりやすいです、いろんなことが。ああよかったですね、感じですね、本当に、うん、そうか。あとはまあ本当、うん、唯一あれです、うちの愛犬のあのお薬だけがあの切れちゃったから、切れちゃうから、うんうん、あの昨日うちの動物病院に電話したら、うん、いや送りますよって言ってくれたんで送ってもらうっていうぐらいですね、本当に。そうですね、うん、そう本当に。そうか、だからなんかどこででも暮らせるみたいです、私やっぱり。そうですよね。いや私も結構比較的どこでも暮らせるんですけど、そんなに たくさんの荷物はいらずに、うん、いやそうなんですよ、ね、きっと。だからやっぱりそう、なんかさ、うん、もう確信に変わりましたよ、私本当に。あ、いけるなって。これはあと電車さえあればみたいな。すなんかだって本当、いや自転車大事と思って本当に、うん、いやこその結局ピュッてピュッてすぐ動ける術が何かしらあれば、本当それさえあればいけるんだなって。でもほら、あの日本をゆっくり走ってみて、あのね、アマゾンプライムの予算が慣れたやつは、うん、はい、あれはバイクじゃないですか。バイクです。よいしょ、ね、あれ自転車編をご自身でやられるっていうのしかも無理無理かもね。無理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 。いや一回その撮影中にね、自転車で日本を一周されてる方たちにたまたま会ってお話伺ったんですよ、うん、本当に、うん、いやね全然それはもうさすがに爽やかじゃないもんだって、もう本当に、はい、っていう感じの話、うん、いやもうアスリートでしたよ、うん、聞いて、これは、ね、これは大変だと思って、ね、いやもうだって私なんて生ぬるいもんです、まだチャリンコでチャ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 って言って、あ今日疲れたなーつって甘いもの食べてみたいなことですから、全然そんな、うん、はい、だからまだまだこんなもともっと頑張んなきゃって思いますし。そうか、私もだから岡山にね伺うときには自転車が乗れるようにちょっと頑張って練習しておきます。本
本当いいと思いますよ、自転車。なんかね、で、この間お会いした、岡山、あ、それこそ高校の先輩の映画監督の岡山でお会いした方が、そう、駅前とかのレンタ自転車屋、あ、レンタサイクル屋さんとかで、めっちゃ安いですよとかも言ってて、私は今回お友達の方が、お貸しくださったんですけど、うん、なんか全然普通に市とかのレンタサイクルとかよりも全然安いのありましたよみたいなことも教えてくれたので、なんかねそれをねなんか市の人とかに言ったら、これ本当に結構リアルな話をして、私は全然ずっと住んでたから気づいてなかったんですけど、うん、岡山っては平らなんですよ、道が全部。だから非常に自転車には向いているっていう、うんうん、そういう町の作りなんですよと言われて、ほーって、ほーって言ってました。なるほどとか言って。そうで、なんか町を眺めるとかいいですよね、風景を眺めるとかね。そう、本当に、本当本当、だから結構私がこう写真でパシャッとか撮ってるところなんて、うん、だいたい自転車またいで撮ってたりするぐらいだし、全然なんかそのくらいで、なんかやふわっとやれたりするのっていい気がすごくします。ね。はい。いいですね。今日のなんかお知らせとかトピックはあと何かありましたっけ？ちょっと行動範囲を拡大して岡山の皆さんにもっと多くの皆さんにお会いしに監督が参りますというトピックと。そう、今ね、もう準備し始めてるんですけど、来月からやっぱりクラファンも一回始めちゃおうと、はいはいはい、思っておりまして、やりますクラファンを少しそこでやるよもう一回って思っております。ちょっとそう、まずは準備しないといけないんだけど、まずは準備しなくちゃいけないんだけど、はい、なんですが、次はちょっと前回とは趣向が変わるかなっていう感じで、今いろいろと詰めたい、いろんな状況を詰めたいなっていう話で下井さんと打ち合わせし始めているので、なるべくね1月の早めで動けるように、動けるとスタートして皆さんに告知できるようにって思っております。あ、そうですね。それでそのクラファンの前に、前回のクラファンで、リワードしてくれ、 T シャツにリワードしてくださってる方々にそれぞれメールをお送りしなければ、ちょっとアーティストの先生の、データですね、デザインがまだ上がってきておりませんで、これ今月発送予定だったんですけど、もしかしてちょっと遅れちゃうかなということで、各方々にはご連絡します。ということで、なんか本当に稲くんが忙しくて、そうで、なんか描いてあるもので、出していただいて大丈夫ですってこちら側からお会話してたんですが、いやいや、ぜひ書き下ろさせてくださいということで、ということであればみたいな、本当にか、ね、今回のためだけますということだったので待つしかないみたいな。すみません。ね、はい、成長に。すみませんが、言われてくださって、楽しみにしてくださってると思いますが、はい。はい。はい、デザインが届き、T シャツができ次第、発送になりますので、また、各自ご連絡させていただきますので、どうぞお願いいたします。はい。ます。はい。次回ね、さっき話してた、次のクラファンやりますよの件は、前回キックスターターでしたが、今度違うんですよね。またこれはユニークな取り組みなんですよね。にしてみようと思っておりますので、はい。ちょっと正式になるべく早めにお伝えできるようになっております。はい。ある程度、企画内容だったりとか、クラファンの内容が決まって、ことが進んできたら、はっきり、この日からやりますよって決まりましたら、また告知をさせていただきますので、その時はご協力をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、あと、なんだっけな。でも、本当もうね、ね、あ、今ごめんなさい、ちょっと切れちゃったかも。わずかですね。ああ、はい。
年末ね、はい。年末で私ね、ちょっと出張なんです。近場なんですが出張なんですよ。多分26日にお送りできると思うんですけれど。うん、時間までに見れば、はい。はい、わかりました。はい。ねえ、はい、なんかこの不思議なお正月ですね。ね、そうそう、なんかね、中国の関連 の、 あのインターネットテレビ局のスタジオに行くんですけど、来週の土曜日そこに行くんですが、仕事で。だけどほら、スタジオに居座ってお借りして配信するわけにいかないじゃないですか。ちょっとね、ちょっとね、それはね、さすがに。なので、はい、帰ってきて、コミュニライブ配信という形でお送りしたいと思います。ね、知ってます、ゆらさん。分かりました。ゆらさん、中国の独身の日って知ってます？独身ってど、あの独身ですか？シングルの独身。独身の日っていうのがあって、あのね、メガ生理を。メガセールって、うん、バーゲンってこと？そうです。中国ってほら独自のメディア網じゃないですか。それでその独身の日をなんか祝う習慣があって、はいはい、その独身者の時に派手にこうなんか物を買ったりするんですね。うん、それがすごい豊かなんですよ、毎年。にめでたいんだっけ、なんか。そうそう、なんかね、わかんないけどね、めでたいのかな、めでたいのかな、多分。うん、めでたいってことですよね、きっとね。日に、なんかこう、日を設定するっていうのもね。うん。ね、なんかそうなんですね。だからすごく経済が動く日なんですけど、あとほら年明け旧正月なので春節、まあ2月の何日だったから、うんうん、春節とか本当にすごいこうビッグセールなんですよね、中国はね。PC サイトずっと動きっぱなしみたいな状態になるんですよね。確かに、まあニュースとかでもすごい金額動いたりしてますよね。そうなんですよ、ね、はい、そうなんですよ、そうなんですよね。なんかだからやっぱり EC サイトとかね、インターネットのあのお買い物っていうか流通に関してはやっぱり より動いている感じではあるんだなっていうのもいろいろ、なんかのところはちょっとあの別プロジェクトのお話でそんなこと思いながらいましたけど。なるほど、なるほど、なるほど。ね、ね、我々も、ね、あの、うん、アナログのチャリンコを一生懸命漕いでいる岩さんと。そうそうそう。とか言いながらここでね、つながってっていうのもあるし、まあまあ、いろいろね、やってますから。ね、やっている、我々と。そうそうそう、やっぱりね、アナログとデジタルのね、ですね。そうですね、どちらもすごいね、なんか全然大事さが違いますよね。うん、全然違うし、それ両方ともをちゃんと面白がってこうなんていうのかな、使いこなすじゃないけど、それがきっと多分これから大事なんだと思うんですよね、すごく。なんかね、特に岡山にっていうのが、その要は、まあ、分かりやすい地方都市というか、そういうところにいて思うのが、あのすごくやっぱりこの感覚は来てよかったなって本当にそこら辺思うので、なんかどっちも大事で、どっちでも何とでもなるっていう感じがすごくしてるって感じです。そうですね。なんか何をどう思うかだなっていうか、うん、ね、うん、本当、ね、頑張りたい。うん、
ね、なんかその変わっていく条件の中とか、まだまだこうね、感染の拡大状況で変わることができない状況。ね、その状況に合わせて、また工夫をしながら、ね、プロジェクト頑張っていきたいと思いますので。ね、本当にそう思います。はい。はい。なんか大丈夫でしょうなんね。か私ヤメッセーさジんもうがちょっね、とすごい聞こうかな。ガサガサしてるんですよ。ガサガサしてる？なんだろヤスさんう。あれがななんのか、かな。ガサガサ、なんだろう。メッセージ見られますか？メッなんセーだジ。ろう、これよくわかんない。今見ようとしておりますね。ちょっと待ってくださいね。ね、メッセージくださる方々が、もうライブ見てくださってるってことですね。本当嬉しいなね、と思そううんでですすけよど。ね。来てないかな、今日は。今日はね、まだ来てないかもですね。じゃないですかね。こういう来て日にない限っかてな。ちゃんと見てるのにっていうね、今日は。いつもほったそう、らちゃかんしとち見ゃうてかる日ら、あにれ限っなんてだなけくど。て。申いや、し本当訳にいない。つもすみね、まコせメントんっくだてさ感る方々、ありがとうございます。ちょっと本当生配信なので、なかなかお話ししながらコメントを見る余裕も我々もなくですね、過ぎてしまうんですけど、後で拝見してください。なんか拝見しております。本当です、本当です。本当なんです。ぜひ、なんか、逆になんか今私、後だから、ほぼほぼ1ヶ月弱は岡山にいますので、岡山の何かの情報が知りたいとか、なんかの写真が欲しいとかいう方言っていただければ、すごい、ここでアップしていこうと思いますし、なので、ちょっと本当は、ですね。あ、Vlog あとほから、も、なんかもし、もしの時はほら、ヤスさんに会いたいとかさ。そうだ、会えるんだ。ね、そうなんですよね。そうなんです、そうなんです。全と然かもありま言っせんし、てあ、ごい連ただ絡いただけけれればと思いますし、そう、あと本ば。ね。当、本当、大体のところは自転車で行けると踏んでますので、大丈夫です。強い。力強すぎる。もうね、全然 Google マップ見ても、自転車の時間ってタブレットとかだと出ないんですよ。なんだけど、あ、いける、大丈夫。ここだったらいけるっていう。強いな、素晴らしいな。全然、本研究当しに、ます。ぐわーって。皆さんのいいところは何事も一生懸命なとこですよね。本当にもう、なんかやっぱ尊敬します。ありがとうございます。ね。そんなことです。だって、それはもうだって、下枝さんがいてくれて、私ができないこととかもいっぱいやってくれてるのも分かってるので、もうこっちはもう本当、ただただ、もう馬車馬のように 自転車をこいで、おおって行くっていうのが私の仕事ですし、なんまかあ、あもうとほはら、本当、警視庁とをに変えかくてね、ね、自転車で走ってる人がいたら、湯浅監督ですっていうことだんだん広まっていくと思うので、ぜひお声掛けをいただきたい。ただね、人が声をかけられるスピードではないんですよ。もう本当に。シャーって走ってますから、私。だからね、ちょっと難しい。本当、たびたびなんか下枝さんからね、あとだから、下枝さんからたびたび連絡もらっても、答えられないときは、大体自転車にバーって乗ってるので、もう大体こう、ミーティングとか終わった爆後に、走あ、してるんで連絡来すてるっね、ていや。う。これはあ、もうそんね、絶対になに出れなんない。か、すごい勢いで漕いでる時なんですね。すごい。すんごい声出ます。もう、なんかね、そうなんいでよす。いよこうだんだん本当、なんかこう、あれ、今日いつもより時間かかったなとか、なるのがものすごい嫌になってきてるので、なんか、あれ、今日3分遅いとか思ってるもん。すごいね。何をやってんだろうと思います、私は。あれっつって、あっち側を通って、今日は、素晴らしい。
地図的にはこっちの方が近距離なはずなのにこっちの方が時間かかってるなとかすごいそういうこと思ってますずっと。はい。いや素晴らしいですね。だって来年1月14日ぐらいまでガーマにいらっしゃるじゃないですか。います。ものすごい速さになっていくんでしょうね、ヤスさんのサライフ。はい。頑張ります。ヤスさん、あ、だから逆に、なんかすごい速さで走っている人がいたり、そう。そこですることになってくる。本当ですよ、もう本当に。間違いなく。岡山城がよく見える岡山県庁から旭港までの橋の上とかを爆走してる人がいたら私ですから大体誰か動画送ってくれないかなもう学生さんとかがダラダラダラとか走ってるのは前も言いましたけどもう全員抜いていきますから本当にわらわらってチャリチャリチャリンって感じですから。いや皆さん、ね、邪魔だ持ってってもらえばよかったな。アクションカメラ持ってダメダメ本当。いやだから私 Vlog カム持ってるけど全然稼働できないんですよ今んとこ。えあだからほらなんかアクションカメラだとさ背負ってこの辺につけてるじゃないですか。そう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 、うん、あれじゃないとねもう本当に無理です。全然まあ多分だから風が吹いててもだ、ね、大丈夫だと思うんですよね、アクションカメラ。ビューみたいなのでも。ビューっていうのも全然大丈夫です。そうです。はい。ね、そうですよね。なんなら30メーター防水ぐらいありますんで、ヤさん。水中でもだよ。ちょっと、私泳げないから、ちょっと無理だから。水中を降りたら今度なんか泳いでみたいな。バナナ食べたり、いろいろ飲んだりしながら。いやいやいや本当にね、うん、まあそんな日々をお送りしておりますので、まあ無事にいろんな ね方にお会いしてと思いますが、はいはいはい、お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。今週も本当にたくさんの方々が我々も引き続き運用しながら頑張っておりますので、ね、今年もあとわずかだから思い残すことがないように頑張りたいと思います。本当です。もう多分きっと本当に今年の年末からというか、まあ、今年の、ね、経験したことは間違いなく忘れられないので全部覚えて、うん、覚えて来年に持っていきっていう風にしていきたいなって思うので、全力で頑張ろうと思います。頑張りましょう。じゃあそろそろ今日もね、はい、もう50分なんでね、そろそろですね。はい。はい。で、そうですね。今週も皆さんもお疲れ様でした、はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。また来週ですね。もはい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お疲れ様でした。明日は M1 見ようと思ってます。